ところがどういうふうに躍動するかということに僕は今日期待したいですね。あの選手として試合に出たい気持ち、先発で試合に出たい気持ちっていうのはあるでしょうか。まあ、ちょっとマリ戦でミスはありましたけれども、下を向いている時間はないんだと、うん、そういうふうに話をしてくれました。山田浩樹が行く、大きなクリア、トゥーリオアウトで、豊川抜ける、豊川だ、フラッグ上がらない、先制京都サンガ FC。 一瞬の隙の出てるのかなっていう風に見えますけど、これ真横で見たら分かんないですからね。そうです、あー、オフサイド。手柄なんですけど、バネが見えます、うんうん、豊川のところ、胸コントロール、豊川、豊川優太、ゴラッソ、すごいボレーが来ました。少しやっぱラインが下がってしまったかなというところですかね。まあ、トゥーリオがいる、原がいるということが下がってしまった要因かもしれないです。このシュートはとんでもないですね無回転でしたね、はい。まあ、最初の胸コントロールした時に、まあ、相手が寄せてこない、そしてキーパーの位置をしっかり見る、ボールが落ちて、まあ、低く落ちてくる前ですかね。その後やっぱ落ちた時に次は上げる作業ですね、はい。原のクロス、松田天満、原太一、原太一、追加点、立て続け、京都さん外から中に入ってくる、そしてその背後を取りに行ってるってことですよね。松田天満が前向きだった時に、あそこの狭いスペースでも3回フェイク入れた、ファーサイド、谷口、折り返す、こぼれでチャンスになった、こぼれ、染めるファール、深澤のシュートがポストでした。背後があるよってことはやっぱりちゃんと見せておくことが大事ですね。原太一、トゥーリオ入れ替った、マルコ・トゥーリオ、一人外す、トゥーリオだ、染めの一撃、わずかに左、いいランニング、スペースに山見、切り返した、山見行く、福田とどころ PK、 山見の仕掛けですけれども、この後しっかりボールの行方を追いながら相手とうまく入れ替わりましたね。決めました、冷静、1点差です。ベルディ迫力ありますから、それでもこれ姿勢にしっかりと拾う、南、森田幸喜、森田幸喜だ、ブロックした、南、前線へ、綱島待っています、綱島競り勝った、斉藤光介フリーだ、斉藤、中へ、染めの一撃だ、追いついたベルディ、斉藤光介見事なラストパス、この見事なパス、ここでフリーで前向きだった斉藤光介のちらっと前にちゃんと見てますよね。相手の位置、味方の位置、しっかりここで確認して、速いボール、ここで試合終了、結局2対2、引き分けです。先行したのは京都。